どうも、こなのです。ひいたろです。じゃあ今日は、ノーノーガールズシャープニーのフール完全版の C チームについてやっていきます。まあ、我々のね、チーム深掘りシリーズの第2弾ということで、B に続き今回は C チームなんだけど、C チームはね、愛花さん、あかりさん、あーしゃさん、なおこさん、ももかさんの5人ということで、ここもほんとめっちゃ良かったよね。 もう、ここはここで本当に、なんかさ、正直曲自体は、そんな盛り上がりがさ、わかりやすくあるような曲ではないんだけど、もうなんか、心がほっこりするというか、なんかすごいいいもん見たみたいな、なんか胸が熱くなるような感じの、なんかエモさというかね、うん、胸が熱くなるような感じのステージだったよね。そうだね。だからそのさ、 スキルとかもしなかったら、その、淡々と終わるようなさ、うん、その盛り上がりとかもね、うんうん、なんか作れないまま、うん、なんか普通にやったら終わりそうなんだけどさ、ね、この曲でこれだけ見せられるってめちゃくちゃすごいよね。いや、本当に本当に。だからやっぱさ、うまい子たちがね、やっぱ C も、B もめっちゃすごいと思ったけど、やっぱ C もね、そう、うん、多いよ、マジで。そうだね。 しかもあれじゃないで我々的にやっぱ桃花がさ、やっぱ日プガールズから知ってるから、桃花を応援してるっていうのはもちろんだったけど、例えばナオコさんとか、まああしゃちゃんとかなんか新しく、あ、この子こういう魅力あったんだみたいなのも知れたしすごい良かったよね。わかる。やっぱさ、この曲といえば、その社長がさ、もうほんと嬉しそうにさ、<laughs> ヨー乗りしちゃうやつだから、<laughs> この曲の時は。一緒に口ずさむみたいな感じだったもんね。うん。やっぱさ、あれだよね。その、 まあ、YouTube でもあったけど、やっぱ、アーシャちゃんがさ、え、2022! みたいな、あ、2022でやってんのかなわかる気だった。2020。2020。2020。2020年のあれだから、曲で、俺さ、ホーリーに似たから。2020。うん。そっかそっか。今、記憶で話しちゃった。そう、だから、2020とか言ってさ、盛り上げてるときの、あの、煽ってる感じのときからっていうのと、私的にはやっぱさ、その、ナオコが歌っとるの、そこ。ナオコはさ、 <laughs> ごめんね、もう、ナオコとか言っとる。ナオコとか。友達ナオコな。ナオ <laughs> の, <laughs> の実力、も最高じゃん。ナオコはさ、あのー、ラップで最初まずさ、この、まあ、もちろん2時からやばいなと思ってたけど、なんせ実力の暴力。で、うん、さ、チャミさんが後ろでさ、ほら見ろみたいな感じ言うぐらいの女だから、知っとったけど、やっぱ新チームでラップ始めた時に、あめちゃくちゃうまいってなったじゃん。<laughs> そう、なんかリズムの取り方と、あとさ、あの、フレーズのさ、最後の方でさ、 ラウンドさ、なんか、ラウンドさ、言い方とかすっごいかっこいいね。なんか、かすれた感じですっげーいい感じで言ってくるねる。大好きなんだけど。歌もいける。そこ歌でさ、結構。い<う>かして、いかしていたのね、みたいなさ、こんな感じのとこ。うん、そう。うん すごい。ナオコデビューしてナオコデビューしてよ <laughs> いや、わかる。いや、そうだね。いや、そうだ。俺もなんかラップの人って思ってたけど、そこをさ、この間に言われて、<う>聞き返したらやばくて。うん、歌い方、激メロいよね。<laughs> マジで。うん、え、やっぱさ、R&B 好きって言っとったんよ、ナオコさんって。うん。でも、それわかるよね。そういう人じゃない。それめっちゃ聞いてきて。え、でもさ、ナオコさんってさ、結局ダンスもできるじゃん。うん。 そう。なんかさ、ただ歌だけをやってきただったらできないじゃん、ダンスってやっぱ言われても。そう,ね、そう。やっぱさ、やってきてたんだろうね、いろいろね。確かに、そうだね。だってあそこ2時の時もやっぱ歌のところの審査だけだったから、まあんまわからんかったけど、うんうん、そう。どっちもレッスンとか練習めちゃくちゃしてきたんだろうね。ええー。でもなんかさ、わからんけどさ、なおこさんの経歴ってあんまこう、過去のさ、どこに所属してたとか、どこでやってたとかって、 なんか、あんま流れてこんがんね。ごめん、今、ちょっと、すごい調べてるわけじゃないんだけど、なんかあんま流れてくる感じせんくないナオコさんの響きって、うん。そうだね。あんまり、結構今、結構すごい出てきたりとか、コメントとかでもいただくけど、やっぱ福岡系のね、あの、エビックスアカデミーの方たちはよく出てくるけど、ナオコさん確かにあんまわからんかも、現時点で、うん。そうそうそうね。今、福岡アカデミーについてね、見ちゃったから、須藤は桜様なんだとかさ、須藤。<laughs> <laughs> そうそうそう。<laughs> 日部のね。一 <laughs> 部の。 いや、そうそうそう。でも、なおこさん、そう、出てこんから、なんか、うん、その、ゲ、その、原石っていうかさ、どこにおったんでしかないよね。こんなうまいの、みたいな。うん。いや、そう。ちょっと面白いね。なおこさんは、まあ、普通に多分次行くと思うじゃん。この感じなら。うんうん、もう、実力やっぱ、ね、ねえぐいじゃん。だから、ほんと次楽しみな。<laughs> ステージも次楽しみな。分か,る分かる。確かに。うん 上手い人のステージいくつでも見たいもんね。いや、本当に本当に。なんか、なお子さんの感じなクリエイティブ的なところも絶対センスあると思うんで。なんか、コメントだったら、結構、あの、やっぱ、R&B が好きっていうのが歌でわかるから、しかもピッチもすごい合うタイプの子だし、ちょっとマナトミ歌の感じでさ、マナトミ感じる方、いて、ちょっとその、デビューしたら、一緒にやってほしいみたいな、一回ね、デュエットというかさ、 で歌やってほしいいみたたな方見たん、ね、そう、うん、まその男女の絡みでわーってなる方もいると思うけどでも声のあれでいったら多分めっちゃいい歌を歌うと思うんねそうちょっと待って,<う>っ待ってね荒れるかもしれんし複雑な方いるかもしれんけど BMSG フェスがさ、うん、もしゆくゆくはねそういうもしのがあれば確かにマナと直子ですっごいなんか すごい曲歌ってほしい。すっごい曲歌ってほしい。わかる。<laughs> 曖昧なあの。もちろん絡ま絡んでいいから、その、場所は離れとっていいから、そ,<う>その、そ<う>実力の暴力のやつやってほしいねそそそ。そう。そう。あの、一時期の、絶対、あの、わかる、わかる人あんまおらんと思うけど、ここに。あの、ママの二重と、あの、INI のなんかデュエットみたいな。<laughs> なんか、<laughs> バラードのやつゃったね。すっげえ離れてんなーみたいなやつあったじゃん。すっげえ離れてる。<う>センターステージとメインステージでデュエットみたいな、<う>4人で22で、みたいな。そ,<う> <laughs> それ横に並ぶとかですらないんやっていうさ、すごい奇跡の離れ方しとったねかの時、かんとそう。望遠でさ、なんか、人 <laughs> と合わない合わないどっちか。みたいな。<laughs> <laughs> でもいいから <laughs> とりあえず歌ってっていう。そうでもいいから、確かに。わ、ナオコマナと会いそうだよね、声質的にも。いや、そうだ。いえでもどうするカイリューも入れとく、うん、とりあえず。<laughs> ああ<ー><れ>待って待って待って、カイリュー入れたら、<laughs> そうだね。こうわあ、いろいろちょっと夢,ふく夢膨らむっていうか、楽しい、ね。そう。楽しいね。いや、ナオコだから、ナオコは BMSG って感じするんよね。やっぱね、その、<ー> R&B とかヒップホップとか、やっぱね、そういう楽曲 得意とするというかさ、うん、うん、そういうの得意とする事務所だから。本当、うん、に。お願いなんかそう思わせるぐらいいいステージ、もうほ一発目からね、本当良よかったよね、うん、最初のね、うん、時からいやいやねーあとは C チーム的には、まあ、最初にね、なんか対面してさ、みんなで自己紹介したりする時とかもあったけど、なんかそこで桃香がさ、なんか食べるのが好きでとか、あとちょっと起きるの苦手なんで、部屋一緒になった人は起こしてくださいみたいな。 こなわるいや、ずりーってなったもん。ず <laughs> マジで。<laughs> いやいや,いや、ずるいのしてないんよ、別に。<laughs> 大人なに。<laughs> 起きれないから私にだって欲しいわ、みたいな。ずりーってなったんだから。<laughs> <laughs> ずりー。の意味わからなすぎる。<laughs> <laughs> でも可いいよね、あそこら辺とかね。かわいいかわいい。ちょっとなんかその愛らしいっていうかね。うん。あと、お弁当余ってますって言われて、 待ってるって言ってさ、2個食べちゃう感じとか。ねそうだね。なんか知らんかったね、そういうとこね。うん、そう。俺、そう、いっぱい食べる子好きだから、なんかめっちゃ好きだ、うん、からかる、あの。ああ、わしかもさ、なんか日文の時ってさ、食べるイコール、あの、ね、ミーアでデビューしたあの、ミュウさんとかがパンすげえ食べるみたいな、<laughs> あれでしかちょっと情報なかったじゃん。そう、なんか、かうん、ももかご飯大好きでっていうのって、あんまみ、なんか知らんかったから、やっぱこう、人数少ないならではのエピソードだなって感じしたわ。 うん、確かにね、も,もかのパーソナルな部分もちょっと知れたよね。うん。あとやっぱも,もかで言えば、やっぱその前回のオーディション、マニチプガールズの時に、やっぱりちょっと私はそういう可愛い系とか、なんか合わないんじゃないか。 ゆくゆくは自分が苦しんじゃうんじゃないかみたいな葛藤みたいなのも話してくれて。うんうん、これは YouTube バージョンでもあったけど、うん。やっぱあそこ、すごいなんかあれだよね。考えさせられちゃったっていうか、衣装とかもさ、結構東京ガールとかだったらさ、ピンクのふわふわのなんかスカートとか入ってたよね、確かね。そうやね。まあ黒も入って、そんなすっごい可愛らしいあれではないけど、うん、まあ確かにね、うん、今の見合いのコンセプトを考えたら、なんかちょっと言,言ってることは少しわかるっちゃわかるよね。それがフィットしないなって思う。 かもなーって思うよね。桃香がね。確かに。特にだって今のさ、ミアイのさ、まあ、ハイファイブとかさ、最新曲のハイファイブとかの桃香への、うん、やっぱりヘブンズドライブの桃香の方がめっちゃしっとりくるもんね。要す、うん、るめっちゃくるめっちゃくる。うん、やっぱ声に合ってるしね、楽曲が。うん、やっぱり、今回、うんね、披露したやつの方が。うん、うん。あとやっぱさ、それで、結局二次審査の時にさ、そのね、やっぱ自分を評価してくださったっていう、なんか気持ちになったじゃん。それで、うん いいと思う、好きだよってさ。なんか、そういう憧れの人に言われたっていう、言われただけで、本当に、この人のもとで、この方のもとでアーティストの第一歩踏み出したいみたいなのは、もう本当、そうなります、お願いしますって思ったもん。本当に。うん いや、わかる。なんかさ、そういうのが本当に、ももからさ、伝わってきとってさ、なんか、さりげない、何気ないその練習のシーンなんだけど、うん、チャンミラさんがね、なんかこの体勢でラップやったらどうみたいなやってる時あるんよ。うん、で、ちょっとかうん、うん、体さ、なんかその、ちょっと低くして、こうやったらどうとかさ、その、いろんなさ、なんか、うんうん、なんかアドバイスをしてる時にももかがすっごい嬉しそうに聞いとるんよ。うん、なんか、チャンミラさんのその教えてるやつを。あ<ー>あ。 好きなんだろうなっていう、すごい嬉しく、見ててこっちも嬉しくなって。<laughs> 本当に憧れのね、だって今まで普通にさ、うん、ね、本当ただ自分が聞いてる人だったっていうことだもんね。その方が目の前にいて教えてってるなんてさ、うん、ありがたいでしかないね。いや、そうなん、そうなん。だからそれを噛み締めてる感じが、なんか桃香の表情からすごい伝わってきて、うん、なんかいいなってなったじゃん。ねあとやっぱさ、モモカのステージ改めて見たけど、本当に、 こんなさ、この選ばれた30人って全員何かしらの声がいいっていうさ、人たちじゃん。うん、なんか、あ、なんかあるみたいなさ、気にさせられる人ばっかなんだけど、でもやっぱその中でももカかの声ってなんか特別な気がせん。より。うん。いや、そうな。やっぱももかだけの感じやっぱちょっとハスキーだし、ちょっと低めだし、うん、けどなんか上官に訴えてくるような、 うんうん、なんか切なさ、バイブスみたいなのもあるし、うん、みたいな。よそうそうそう、いい声。ハスキーの中にちょっと、なんかかすれがちょっと強めな感じがね。<laughs> そうそうそう。え、なんかさ、ニチプン時本当に最初ラップやりたかったけど、割とボーカルで見つかって、ってかなんならボーカル、 なんか、え、めっちゃ良くないみたいな方だったじゃん。やっぱ最初から。東京ガールから、声めっちゃいいってなったんねで。やっぱさ、あの時の感覚って間違ってなかったんやなってなるわ。本当に。こちらとしても。うん,う,んうん。うん、確かに。そうだね。ここへ来て、違うオーディションでまたね、うん、参加してくれて、堪能できる。うんうん、確かにあの頃、そうだね。 なんか繋がっとるねやっぱ桃かって最初からやっぱり良かったんだねってなるね。うん、そう最初から良かったしやっぱ歌はあの時からなんか割と自信なかったけど、うん、なさそうだったけどいやなんかなんでこんな上手いみたいな人だったなと思って思い出してきたわ、うん、ますます。うん、で次アシャちゃんなんだけどさアーシャちゃんはやっぱりその YouTube でもねあれだったけどその最初ちょっと一人みんながワイワイしてる中で一人ちょっとさ黙り込んで。 やっぱりその今そんな話してる時じゃないんじゃないのみたいなもっと深く話なんかもっとね違うこと、ね、多分楽曲的な音楽的なことを話したいのに、なんかちょっと無駄話が多いんじゃないかみたいな雑談が多いんじゃないかみたいな、からの、みたいなね。うん。いや、ほに、でも本当あのシーンさ、いつまで経ってもヒヤヒヤせ <laughs> あの、フール版でもめっちゃヒヤヒヤしたから。いか <laughs> もう。う怖い怖い怖い、知っとるけど怖い怖いみたいな。この後大丈夫って知っとるけどってなるね。ね <laughs> ね。そう。しかも視聴者投票じゃないからさ、別にね、そこまでそういうのはね、過されんと思うけど、<う>みたいな。でもさ、もしさ、なんか、ザストとかだったら、その様子は多分社長の耳に行って、うんぬんみたいなちょっとあるかなって気になるやつやねんか。結局解決したかよかったけど、これって。そうね。う,うん。これ継続してて、結構それがさ、パフォーマンスに響いてたら、割と問題になってるやつだなってなったよね、あれね。 ああ、そうだね。確かに確かに。か所長何でも把握しとったもんね、雑そで。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> スタッフさんからすごいいろいろ聞くんだろうね。うん,うん。確かに確かに。そうだね。結局、その、まあ、どっちがいい悪いとかじゃなくてさ、結局チーム感ってか、まとまりがないとやっぱステージに影響しちゃうっていうのはあるから、うん、やっぱりどっかの段階では絶対ね、あのー、うん、まとまってた方がね、必ずいいものになるから、でもそれやっぱ自発的に、 アーシャちゃんは自分でさっきお母さんと連絡したことによって、なんかやっぱり、また一つ覚悟っていうか、踏ん切りみたいなのついてうん、うんで、そっからはもう全然、めっちゃ明るいアーシャちゃんだったもんね。ねえ、よかったよね、本当に。でもなんかさ、その、アーシャちゃんが言いたいこともめっちゃわかると思うその。うん なんか無駄な話言うのみたいな、すごいわかるなと思う反面、うん、でも意外と仲の良さを深めるには、結構たわいもない話ってめっちゃ大切って思う。本当に。わかる。いや、わかる。うちらなんてたわいもない話しかしてないもんね。<laughs> <今>えっと、でも <laughs> <laughs> そうなん,もち,んもちろん真面目な話もするよ、たまには。けど、基本たわいもない話やねんか。<laughs> 99%ぐらいタイムない話しとるよ。いや、本当いや結構な割合だな。<laughs> <laughs> そう、だからなんかチーム感出すときってそういうのがね、必要だから、うん、そのなんか、無駄話をなるべく減らしたいなの持っていき方みたいなのが必要なんだろうなと思ったじゃん。んああ、確かに確かに。うんうん、そこで壁すぐ作るんじゃなくて、なんかちょっと歩み寄ってみたいなね。うんうん、そうそう、自分がリーダーじゃないとは言ってたけど、うん、なんか、うん、ね、 気になるならそうしたから、次は、次は、もし私がそう思ったら次はそうしようと思ったら、自分私参加性なん,んだけど、ね、に。<laughs> <laughs> ご飯の誘いとか断るしね <laughs>。ご飯の誘いは断る、ごめん。<laughs> それは嫌だ。<laughs> プライベートだから。<laughs> そうね、そうそう。まあ確かに。まあでも結構割とすぐね、あの切り替えたっぽかったから、すごいそれは良かったし、やっぱ結局そこからはもう本当にみんなチーム感めちゃ出とって、まあそれがステージにも現れたもんね。うん うん。よかった、と。あと、あれだよね。アーシャちゃんといえば、なんか、パフォーマンスのところもさ、やっぱこう長年やってきたんだろうなっていうのがかなり垣間見えるステージパフォーマンスだったじゃん。もう、ここ最近はもう、アーシャちゃんの過去のやつがいっぱいこう流れてくるし、教えてもらった人から。わ <laughs> <に>かるわかる。そうだね。皆さん本当ありがとうございます。そう。いろいろね、ね見させてもらったけど。うん、本当に昔からなんならチカさんとかね。 てか、ってか普通に XGalax のチームだったらしいじゃんね。マジで。うん。ねそう、なんか本当光ヒカルちゃんと一緒にね、画面に映ってて、そ<う>とかのスクショとかもなんか見たけど。 いや、そう、XG のさ、いわゆるね、候補生だったわけだから、うわそりゃなんかこう、逃したらいろいろ思うだろうなって思うわ、本当に。今の活躍やばいし、やっぱ XG って。うん。そうだね。いや、わかる。アーシャちゃん的にはそうだと思うわ、XG もそうだし、ま、一緒やってたヒカルちゃんもケプラでね、活躍してたりとか、うんうん、で、なんかさ、お母さんの話の時にさ、お母さんに、 なんか他の道考えるのもあシしのためなんじゃないのって言われたみたいなそういうのもあったからなおさらこれにかけてるみたいな、うん、やっぱその他の道もちょっと二十歳だし<ー>みたいな二十歳なんてまだ若いよと思いながらもやっぱアーティスト目指すとなるとねそうだね、うん、どういう風に売れたいかっていうことを結構考えなきゃいけなくなるもんね二十歳ってなったらねそうでも本当にさやっぱ経験があるからさいろんなところで ねやってきてたから、やっぱも,もかに教えたりするシーンとかさ、ほんとに、ほんとギャルみすごい中で教えてて、ほんと可愛くて。わ <laughs> かる。<laughs> エッジに落とした方がいいよ。なんとかけんさー、みたいな、その福岡っぽいさ、なん <laughs> とかけんさー、みたいな、そういう、わかか、かる <laughs> ギャルーみたいな。<laughs> そう、わかる。ギャルいよ、ほんとに。ギャルいよね。<laughs> <laughs> あとは、あいカさん。あいカさんもさ、ほんとに結構ステージとかも多分立たれてると思うから、 本当パフォーマンス、やっぱその、堂々とした。うん、もう2時から思ってたけど、なんならさ、今回2時の審査見返してさ、うん,うん。さ、アイさん最初サングラスはかけたとこからスタートすんだね。<laughs> なんかめっちゃいいよね、あれ。そう。いいってなる。そう。オーディションでそれやれる人すごない <laughs> いや、すごい。なんかさ、しかもさ、あいかさんってなんか、うん、結構ハッピーオーラを割とまとってる感じがあって。あー、わかる。私、その感じ結構好きで、え、なんか、うん 可愛らしさガンガンこう伝わったっていうか今回のフール版で。うんうん,うんうんうん。私終わった後可愛いって言ってたやろ。すごい愛花さんめっちゃ可愛いってさ、すごい、うん。なんかチャーミングな良さめっちゃあるよと思って。なんか人が大好きとか言ってたじゃん。え、最高と思って。そう。ねそうだね。なんか誰とでもなんかね、明るく楽しく接してくれたりとか、そのチームを、うんうん、ね、対、チームの太陽みたいなさ、なんか明るく照らしてくれる感じあるよね。うんうん、うん。だからさ、 なんか、うちらなんとなく桃花塾で最初見てたから、なんかこのチームどうなるんだろうと思ってたけど、やっぱ桃花がなんか、割と他者とさ、関わりたいって思うような動きしてたから、そんな時にやっぱ愛カさんみたいな方いるとなんかすごい嬉しいなと思ったんね。絶対明るくしてくれて、うんうん、なんか多分、お互い助かるだろうなと思ったんね。明るい感じが。うんあ、そうだね。 そうそうそう。だから、愛イさんめっちゃなんか勝手にありがとうとか思っとったん <laughs> マジ<で>。ああ。でもそうだ、も,もかのインタビューでさ、その、アーシャちゃんの下りの時に、例えば、あかりちゃんとなおちゃんはすごい、ね、一緒になって、ね、話してくれたけど、って言ってたから、もう、愛イさんは話してる前提だったうん、うん、<laughs> 多分その、桃香 <laughs> <う>もも的にも。だから、桃香、ア愛カを軸にだったと思うあのチームって多分。そうだよね。そうだよね。うん。うん。あと、愛イさんさ、ダンス、こう、ブランクあるからっていうので、結構苦戦してるのが意外と、うんうん、意外だったわ。 なんか、あ、そうなんだと思ってさ。全然ブランク感じさせないパフォーマンスだったよね。やっぱそのダンス込みでも。そうそううん、でも確かに後半の立って歌ってる感じの方が、なんかより伝わってくるものがあったなと思って、やっぱもしかしたら、こう、今まで普通にボーカルでメインでやってた感じが、その時にすごい出たのかなって思ったりしたじゃゃ、うん、動きながらっていうよりかは。うん、ああ、なるほど。じゃあ彼女的にはもうちょっとそこが課題に今後なってくるかもしれないね。 うん、わからんけどね。でもめっちゃよかったね。うん。うん。あと、あかりさんはね、フル版だと結構ね、その2次審査の様子とかもさ、なんか長めに映してくれたりとかあったんだけど、うんうん、あの、ダンスがやっぱお得意。バレエとかやられてたから、すごい、2次のダンスもすごかったもんね。ああ、確かに。なんかさ、なんかさ、でもさ、バレエとかからの、ああいうなんか、ゴリッとした感じのダンスって結構難しい感じがするっていうか、 でもさ、やっぱできるんやね。すごい好きなんかね、そういう曲も。そういう曲も好きで、練習しないとなんかできなそうな感じするじゃん、うん、ああいうのって。確かに。だからヒップホップとかも多分やってたんだろうね、きっと、ダンス。うん。そうだよね。だからやっぱさ、パフォーマンスもさ、歌ももちろんそうなんだけど、やっぱダンスで、あ、すごいこの動き何やってなること多かった気がするわ、あかりさんは。うんうん,うんうん。そうだね。うん、確かに、こうやって改めてステージ見返してもさ、なんか、 ちょっとこの曲ってがっつり踊るっていうよりかは、結構ノリみたいなグルーブみたいなね、振り、うん、が多いんだけど、そういうさ、簡単な振りこそスキルをさ、らわれたりするじゃん。なんかその、うまさがわかるっていうか。うんうん、かそうだね、うん。あかりさんめっちゃうまいね。ねわかる。なんかね、あんまダンスでそうなの。視点で、ダンスの視点で見てなかったんだけど、なんか、うん、なんとなく踊る振りをさ、全員やってるとこ見たら、あかりさんがダントツでなんかグルーブすごかったって感じしたわ。うん。そうそうそう。ね、 体の入りとかね。ねえ、かっこいいねで。以上のね、今回はノーノーガールズシャープ2のフール完全版の C チームについて話してたんだけど、いや C チームもほんと魅力的な最高なチームだったね。ねえ。C もなかなかこう、みんな行きそうみたいなさ、みんなすごいからね、うん、どうなんていうか、でもさ、なんか次回僕の話しちゃうけどさ、なんか、なんか次は涙みたいな感じ,じゃなかった。そう。例えばそうなん え、悔しいよね。うちらのさ、ABC をさ、差し置いて泣かんでって思ったんあ<ー>、確かに。見て <laughs> ないから。もうさ、ABC でもさ、15人おるわけやねえか。そう,そう,そ,うそう。なんか15人のことすごい詳しくなったから、なんか思い出あってさ、え、うん、そっか、あとバイオルインやん、みたいな。<laughs> そうなん。そうなん。<laughs> 楽しみなんだけどさ。楽しみだねうん。うん、<laughs> なんかんでとか言って意味わからんね。<laughs> 社長の涙は私のものみたいな。<laughs> <laughs> 違う。ABC のものにしてって思った。の ABC のもの。の<あ> ABC を差し置いて泣くってどういうことみたいなさ。だってそれぐらい ABC やっぱほんとすごかったから、うん、まだある、まだそういうのが待ち構えてるってことだもんね。なんかあるんやろうね。うん、うん。で、うちら的にはね、この深掘りチームシリーズは次はね、A チームということで、 ま、だからさ、次のチャンネルの感想が楽しみだよね。そうだね <laughs>